絵日記の一例。通常このように教師による添削、公表が書き加えられる。絵日記は絵入りで書き記す日記。古くは平安時代から貴族によって書かれており、源氏物語、絵合わせには絵日記を見せようとする内容が含まれている。絵日記の内容は、妻と明石の旅の情景を描いたもので、 過去を振り返るために記したとしている。近世江戸時代にもなると、下級武士でも絵日記をつけるようになる。一例として、お師半半子の大崎岩木が、文久元年から翌年までの日常生活と多数の絵を描いた岩木日記を残している。岩木日記の画と字の割合は、絵画が主体で、文字は少なく、現代の絵日記帳のように画と字のスペースを区分していない。 当時の日本人が誕生日の際、赤飯を食していたことなど、風俗がわかる。絵師が、題材探しや、修行目的でつける例もあり、歌川広重は、華麗六年の旅を、広重武装名所旅絵日記として残している。菊川英山画の、神風日記の場合、伊勢参りの記録が見られるが、やはり画の割合が大きく、近世期は、画がメインとなっている。このか。 川鍋教祭が幕末から明治期にかけての絵日記を残している。映像記録媒体の機械化、つまりカメラなどの発展以前では学者たちによって異国の風俗、文化などを記録する手法とされた。一例として明治の親とい外国人のモースは当時の日本が西洋文化を急激に吸収し日本独自の文化が消えゆくことを想定しこと細かに 日本の事象を描いた。モースの日記1879年5月9日、上、神戸のこととして和船を射精することができたが、日本人が西洋船を習って建造しているため、このような船はもうすぐ消えるであろう、といった内容を書き残している。広大により、日記とスケッチを一つの本として合わせた手法の例。近代期の絵日記としては、 明治生まれの炭鉱労働者である山本作兵衛の炭鉱画と日記がユネスコ記憶遺産として2011年に認定されるなど資料価値として見直されている。現代では小学生が夏休みの宿題として課されることが多い。かつては毎日書くのが普通であったが近年は特定の日だけ数日分夏休みの学習帳の中か。 もしくはそのために用意された画用紙に書けば良いとする学校も出てきている。朝顔やヘチマなど夏休みの自由研究の課題として選んだ植物や動物の観察記録を絵日記の形で書くこともある。2001年から2004年の夏休みに JR 西日本主催で鉄道旅行をテーマにした子供向けのコンテストを実施していた。ありがとうございます。